はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず物資2つを強奪したところですけれども、やっぱりちょっとね、あの仮面ライダーダブルがね必須なんで、ちょっと1人入れ替えましょう。ガンダムのどっちかだな。そうするとダブルオーか、ウィングゼロはねかなり強いんで、ちょっとダブルオー早々に外れてもらおう。リフレクタービットを外して、パーティー編成、そうすると今回はウルトラマンはメビウスで、仮面ライダー電王に仮面ライダーダブルで、ガンダムはウィングゼロと。よし、これでいこう。で、仮面ライダーダブル装備してないから、スピードアップの風車で、フォースか、あとこれをヒールと。ヒーローゲージアップ、ウィングゼロ、あ、そっかそっか、それでいいのか。敵から狙われにくくなります。ヒーラー役だからちょっとこれつけとこうっと。ウィークアップ、なるほど、ウィークアップをメビウスにつけよう。これも付け替えがめんどくさいな。まあしょうがない。これでいいかな。そうすると少しスキルツリーを見るか。ダブルのこいつだいぶ解放されてんな。ほいほいほい、ヒーローゲージアップ、いいね。でこれはジョーカーサイクロンが3、ウルトラライダーキック。そうか、こういうのを使っていけばもっと戦いが多分楽になるんだろうな。これをトリガーフルバースト、あ、足んねえや。メビウスも39しかないからな。うん、じゃあこれでいきましょう。ゲートポート、まあ、中継地点はまだ2か。こいつに一応渡すか、せっかくだし。必要な資材は回収できたか。おお、ガンダニウム合金か。これでライドマシンの装甲は格段に強化されるはずだ。苦しい戦いだろうが、もう一踏ん張りだ。あとはライドマシンにちょうどいい武装だな。引き続き頼んだぞ。うん、とりあえずは強奪が続くと。強奪メンバーが変わったかな。一人また悪の道に染まった仮面ライダーが、おお、いっぱいいる。おお、電王とウィングゼロの攻撃力が強い。メビウス、やべえな、なんか。何なんだろう。こうやって見ると、だいぶレベル差が開いてるな。ダブルが19で、電王16だからな。ちょっとステータスだよな、そうすると。なんか見た感じはな、強そうなんだけどな。多分、物理攻撃力なんだろうな。普通の攻撃が。そういうところもちょっと表示してほしい。こいつは物理攻撃力なのか間接攻撃力なのか。でライダー電王は絶対物理攻撃だよな。127の方だから。ダブルはまあ回復役だからしょうがない。でウィングガンダムゼロはこれは多分間接攻撃でしょう。そうするとウルトラマンメビウスがちょっと痛いな。まあでもボス戦で役に立ってくれるだけでも全然違うからな。で C 地区はどこだ。そうするとこっちか。おーおーおー、どんだけ出てくんだよこれ。ピラニアヤミーとか、どんだけピラニアいっぱいいるんだよ。もうこの砂漠にはすごい結構ピラニアだけあって、砂漠のピラニア。うわ、これなんか死亡者が出そうだな。大丈夫か。あぶねえ、330結構持ってんな。お、ピラニアヤミー、こいつネバネバの皮今持ってたよな。ん、どこだ C は。このまま行けばいいのか。なんかあそこっぽいな。まあいちいち見渡さなくていいんだけどね。砂漠が続く。あそこの建物区域っぽいよな。どっから見てるんだ。ここは作戦区域 C。 目的は敵が保管している武装のダッシュ。武装は名前ないんだ、武装なんだ。この区域の最も奥に保管庫があるんだ。そこで使えそうな装備を手に入れよう。ここの敵はモビルドール、感情のない殺戮マシンだ。感情のないやつらか。
俺がどうした。俺にとってはモビルドール1機より宇宙機雷の方が手を焼く。さらにこの区域では複数のモビルスーツが確認されている。どれも手強い相手だ。油断してはいけない。ここは他の作戦区域より敵の強さが、おお、1ランク上です。マジか。僕たちもマグアナック隊の増援を頼んでいます。我らマグアナック隊サンドロック様と共に戦えて光栄であります。ありがとう。これでも十分じゃないかもしれない。だから油断はしないで。よし、そろそろ出るぞ。うん、俺たちは陽動のために先行する。お前たちもうまくやってくれ。なるほど、ここは敵が強いのか。武装保管庫襲撃、こっちとか。もうやっぱりな、なんかありそうな予感はしてたんだよ。1500円、なんか装備やっぱり充実させた方がいいのかな。あんまりアヒトメラオブを覗いてないから。いつの間にか増えてたっていう。エアリーズ指揮官、マジか。指揮官機か、早い。飛んでるな。もっと上空から攻撃すればこいつら届かないと思うんだけどな。ウィングゼロのバスターライフルくらいしか届くものがないと思う。メビウスの光線も届くか。てかみんな届くの持ってんな、よく考えたら。また指揮官、どれだけ指揮官いるんだ。ただ指揮官を潰せば敵の戦力はガタ落ちになるはずだ。これで指揮官を2人倒したからな。指揮官がいなくなってしまった。だがうちのチームは指揮官はたくさんいる。何百匹と指揮官がいるんだってなりそうだな。ここは若干複雑な地形だな。アイテムを回収していこう。また宝箱の番人か。ここには指揮官がいない。指揮官さえいなければお前らはただの路頭に迷った雑魚キャラよ。ちぎれた燃料チューブ、なんでこうちぎれた燃料チューブとかそういうさ宝箱に入れとくんだろうね。お、また指揮官が来たか。おお、全体攻撃をやってきた指揮官が。あんまり経験値持ってないな指揮官は。あそこに開けた宝箱が見える。これいきなりな、敵が出てくるからな。敵っていうかボスキャラが出てくるからな、ちょっと油断ならないんだよな。おお、バーザムか。そういえばチップ解析してなかったな。んー、ちょっと近づいてきたけど大丈夫か。まだ突然ハッハッハーとか言って現れるからな。こっちは完全に行き止まりだな。バーザム2体か。弱い、焦げた CPU。どうしようかな、ちょっと回復させようかな。あれ、宝箱だけだった。立派な骨。この骨を誰が入れるんだろうな。ちょっとこの骨を宝箱にしまっとこうみたいな。ロドキラーってチップ手に入れたっけ。回復をさせよう。そうだな、ちょっともう一人の素早さキャラが現れるまでは仮面ライダーダブルはもう完全固定だな。ちょっとこればっかりはしょうがない。ちょっといろんなキャラを使いたいけれども3人を入れ替える感じで。このパターン多い。頼む、チップくれ。ない。あ、なんかいる。ちょっと遅かった。お、何、お、モブアナックじゃん。大丈夫か。うー、大丈夫か。ガンダムにやられた。あれはチームトリニティだ。マグアナック隊は壊滅だ。サンドロック様にお伝え。マグアナック、うー、おい、しっかりしろ。死んだ、もしや。しかしマグアナックは力尽きた。チームトリニティ
マジか。ラシードとかみんな死んじゃったか。マグアナック隊とラシードしか名前が分かんない。何人いたんだマグアナック。見たところ1体しかいなかったけどな。よし、ウィングガンダムレベルアップ。トリニティか強そうだな。あそこにあからさまに宝箱が見えるけど絶対罠だよ。バーザムのなチップが欲しいんだけどな。なんとなくどうしようかな。ウルトラマンがレベル上がりそうだからな。ここに入ったらね絶対出てくる。回復させよう。ウルトラマンすんげえパワーあんな。416って。指定ポイントに到達。ここが保管庫か。敵はいないのか。そんなわけないだろう。調べる。ガイアキャノンを入手しました。強そう。これはガイアキャノン。ライドマシンに使えそうだね。それで十分だろう。戻るぞ。戻れ。あれ他の宝箱取ってないんだけど。はい、そこまでね。ガイアキャノン、それは我々の貴重な武器だ。渡すわけにはいかない。コソ泥みてえな真似しやがってよ。まあ山賊だからな俺たちは。たっぷりお仕置きしてやるぜ。チームトリニティ3体マジか。これはどうしよう。まあ、左から倒すか。スタンしてくれねえかな。こいつらのスタントップでパニックにはならねえだろうな。あ、ダブルアクション持ってんじゃん。25も使うのかよ。てかこいつヒール役だからあんまり。あ、ヒール技使おう。マキシマムドライブコンボ。これでまず1体倒そう。3体いるってことは多分1体1体のヒットポイントはそこまで高くないと思うからこいつを狙う。こいつはマシンキャノンかな。やっぱりマシンキャノンくらい。なんか1個ミスったか。うおー、3人いるとやっぱ強いな。スタンしろ。スタンはしないか。やっべ、これ攻撃2人回さないときついぞ。メディウムシュート。そうだな、まずこいつを倒すか。こいつもちょっとヒーロー技使っちゃおう。俺の必殺技パート5で、ヒール。どうしよう、ウィング。ライフキット使おう。いくぜ。やべえ死ぬその前に。いけ、メビウムシュート。メビウム、えらい。成敗。まだだ。あ、そうか、まだか。はあ。はあ。どうだ。いくつ当たる。420。よしよしよし。俺の必殺技パート5。俺。30。最初からクライマックスだぜ。行くぜ行くぜ。この立ち絵がすげえな。無関心だぞマジで。必殺、俺の必殺技パート5。これで倒せるか。倒してくれ無関心野郎。ラスト。新必殺技。新必殺技なの。おお、強い。こいつの攻撃、これ音楽継続なんだ。ちょっとこいつが減ってるからな。何がいいんだろうな。ストリートアタック。こいつは回復と。1体減るだけでもなだいぶ違うからな。マシンキャノン。うお、集中攻撃された。ただツバイがもう倒せるな。どうするかな。
ーマンちょっとやることがないけど攻撃しとくか。うおー、なんでこんな狙われてるんだ。クリティカルが出ればだいぶ違うからな。でも何物理攻撃じゃなくて防御力あまり変わんない気がするな。このままガンガン攻めよう。こっちどうしようかな。ジョーカーサイクロンキック、バスターライフル3そんなもんか。もう一回攻撃いけるな。よし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 、オッケー。おお、いっぱい手に入れた。ミノフスキークラフトはでもあれか、ダメージ床を無効化する。ハニカム状の装甲片、おお、一気に手に入れた。チッ、二人とも撤退だ。了解。クソ、こっちとらガンダムなのによ。次に会った時は必ず倒す。ところがギッチョン、お、こいつ出てくるんだ。なんだ RK、 いきなり RK か。 RK ガンダム、ご覧の通り傭兵だ。お偉い方からお前らをどうにかしてくれと頼まれてよ。ガキにはもう用はねえそうだ。なぜだ。同情するぜ、かわいそうにな。全員死ぬ。バカな私たちは。兄貴、行っちまいな。うわぁ、こいつだけ逃げるかな。綺麗なもんだな、 GN 粒子ってのは。そうだろう、お嬢ちゃん。あ、逃げられない。キャー、お、知ったぜ、変身だ。ははは、悪いな、こっちはボーナスがかかってるんだ。 RK ガンダム、よう、ヒーローさんたちよ。残念だが今日の任務はこれにて終了だ。お前らの相手はまた今度だ。じゃあな。あぶねえ、逃げてくれた。みんな大丈夫かい。ああ、なんとかな。それよりマグアナク隊は。え、さっきダメって言ってたじゃん。今ヘビーアームズたちが救助に当たっている。そうか。おい、いつまでこんなところにいるつもりだ。武装も手に入ったんだ、さっさとキャンプに戻るぞ。え、左右の宝箱取ってない。あぶねえ、強制的に戻されるかと思った。復活キット、リフレクター、リフレクターフィット買っちゃったよ1個。じゃあちょっとさっさと戻るか。ブリーフィングでちょっとチップ報告をしよう。いっぱい手に入れたからな。お、ドドキラーあったな。キュア、逃走確率アップ。なんか良さそうだな。たまに逃げたい時あるからな。経験値なしって、なんだそりゃ。セーブしよう。待機行動どうなってる、みんな。あー、オーズが何もしないになってるし。ちょっとこれね、訓練施設の強化は重要だからな。ちょっと先に訓練施設を上げちゃおう。もうレベルの遅れが発生してしまうからな。まあまだいいや、パーティー編成は。よし、全部揃ったぞ。光のところへ急げ。間違えた、セラビーだった。もういいよお前は。もう全部手に入れたよ。お持ちいたしました。おお、これはガイアキャノンか。なるほど、これならライドマシンの手法として申し分ない。これで全部揃ったな。よし、すぐに作業に取り掛かろう。他の部品はすでに完成しているが、もうしばらく待っていてくれ。どれくらい待たされればいいんだ。ガンダム、仮面ライダー、ウルトラマン、各世界のヒーローたちが知恵と技術を集結し、作業は昼夜を徹して続けられた。そして完成したのか。できたぞ。ああ、みんなの協力の賜物だ。大したもんだぜ。ストレマイオスとは随分違うな。ああ、ベースにしたのは内部構造だけだからな。それ以外の部分は様々な技術を応用している。今度は武装もとんでもないな。負ける気しないんじゃない。これで敵の本拠地に攻め込めるな。そのことなんだが、光や他のみんなとも相談したんだが、
本拠地への進行作戦はヒーローチームに突入役を担ってもらいたい。戦力的にもその方が勝算があると判断した。使いっぱしりだな俺たちは。もちろん後方支援はしっかりさせてもらう。分かった、引き受けよう。今はウィングゼロやダブルウォーもこちらにいるしな。こっちに完全に引き込んだんだ。任せとけよ、あんただよりうまくやってみせるぜ。そう言ってもらえると心強い。ただいきなりダイブマシンを動かすと言われても困るだろうから、セラビーにも同行してもらう。僕が一番ダイブマシンを熟知しているからね。それは助かる。よし、現時点で判明している敵情を伝えておこう。どうやらまた別の世界の力を入手したらしい。その力は奇跡を生み出すそうだ。にわかには信じがたいな。だが本当なら利用される前に阻止しないとな。それともう一つ、このキューブのボスについてだ。敵の目的が新兵器の研究開発だということは分かっていた。そのイメージから僕たちはこのボスは科学者タイプ、つまりそれほど戦闘力を要さない敵だと勝手に思い込んでしまっていた。敵は火力、装甲、機動性、すべてにおいて圧倒的な性能を持つモビルスーツだ。モビルスーツか。その名をジオ。ジオか。ジオ。ジオか。厄介な敵だな。知っているのか。ジオ。奴がこのキューブを。ジオは、自分は傍観者を決め込んで戦争なんて遊びにしか考えていないんだ。おそらく今まで表に出てこなかったのもそういうことだろう。なるほど、自分では手を汚さず育てた手駒の戦いを高みの見物か。許せないやった、万死に値する。ジオが奇跡を生む力を利用していることも気になるな。ああ、全力で阻止しよう。よっしゃ、お前らが本丸に攻め込むときには俺たちが陽動をバッチリ決めてやるからよ。安心して突入してくれ。じゃあそろそろライドマシンをライドゲートに運ぼう。そこまで行けばすぐに乗れるようにしておくぜ。ライドゲートに向かってくださいと。そういうことか。じゃあちょっと一旦戻ろう。やっぱり装備とかも少し整えようかな。アイテムラボ、とりあえずドーバーガンとか関節攻撃プラス速度も上がるか。これなんだっけ、通常攻撃が氷属性になる。お、なんかそれはすげえな。買ってみようかな。なんか氷属性の攻撃が上がるやつもいたしな。なんかここら辺1000円のやつ結構いいな。これすげえ、ガイズスーツ全部に耐性がある。防御力もめっちゃ上がる。これちょっと一個買っとこうかな。まああってもいいだろう。これ今何個持ってるとかはないんだね。これちょっと一個買っとこう。一応ドーバーガーも買っとくか。ベータカプセル、これも買っとこう。うん、よし。あとはちょっと強化をしつつってところだな。じゃあというところで、まあ、次回ライドマシーンですかね、ちょっとよくわかんないですけど、そこからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。